アイテム番号、SCP-1208JP。オブジェクトクラス、ケテル。特別収容プロトコル。SCP-1208JP の収容は現時点では不可能です。対応は隠蔽と情報収集に注力されます。情報局は人的情報及び専用ウェブクローラによって SCP-1208JP の出現を探知し、機動部隊ベータ7、ブルーバードを派遣します。同部隊の SCP-1208JP への対応は監視に留め、特に妨害行為は厳禁とします。インタビューなどの接触行為は、出現地域を管轄するサイトの管理官の許可が必要です。SCP-1208JP の出現地域周辺では、フィールドエージェントが SCP-1208JP の取引相手を捜索します。取引相手を発見した場合、情報収集が済み次第、適切な記憶処理を実施します。説明、SCP-1208JP は世界各地に不明な手段で出現する人型実体です。外見上はコーカソイド系の少女ですが、財団に発見された2010何年何月何日以来、加齢している様子はありません。目撃時は常に画像のようなメイクを施し、フリルの多いドレスを着用しています。英語、フランス語、ドイツ語、中国語、日本語で会話できることが確認されています。SCP-1208JP はクラス4以上の確率操作能力、もしくはそれに酷似した現実改変能力を備えており、現在までに実施された SCP-1208JP の確保作戦は、以下のようなトラブルによって全て失敗しています。1、ベータ7隊員がトラックの横転事故に遭遇し、積み荷の砂で視界を奪われる。2、ベータ7隊員が GOC の排撃犯と遭遇し、現場主導権をめぐって争いになる。3、ベータ7隊員が使用していたサイリンガー確率網が、起動前に落雷で故障する。4、ベータ7隊員がゲリラライブに集まった群衆に通行を妨げられる。5、ベータ7隊員の麻酔銃に原因不明の弾詰まりが発生する。6、ベータ7隊員のヘリコプターに大量の鳥類が群がり、飛行不能に陥る。7、現場付近のサイトホニャララで大規模収容違反が発生し、削除済み。より詳細な経緯に関しては、別紙 SCP-1208JP 確保作戦報告書を参照してください。被害の規模及び予測の困難さを考慮し、SCP-1208JP の確保作戦は2010何年何月何日の大難事作戦を最後に中断しています。情報局による調査の結果、SCP-1208JP はしばしば一般人と接触し、能力を行使する代償に金品を受け取っていることが判明しています。この際、SCP-1208JP は不幸やと自称し、不幸を売買するという形で能力の行使、及び取引を行います。これが SCP-1208JP の能力上の制約なのか、単なる演出なのかは不明です。SCP-1208JP への対策として、主に以下の3案が検討されています。1、複数のサイリンガー確率網で SCP-1208JP を包囲する。問題点、サイリンガー確率網は可搬性に乏しく、SCP-1208JP の出現地点への素早い配置が困難。2、軍事衛星ニョルミルの家電粒子砲によって SCP-1208JP を狙撃、終了する。問題点、保護の理念に反する。SCP-1208JP の能力が衛星軌道上にも及ぶ可能性。3、SCP-1208JP を買収し、当面の収容体制に代替する。問題点、SCP-1208JP の性格上、金銭的報酬では困難か。詳細はインタビューログナンバー3参照。SCP-1208JP 関連インタビューログ、ログナンバー1。日付、2010何年何月何日。場所、アメリカ合衆国、ニューヨーク、ホニャララのアパート。対象、サマンサ・グリーン氏。28歳女性、飲食店勤務、SCP-1208JP と取引を行ったとみられる。インタビュアー、エージェントロンバルディ。オカルト雑誌記者に偽装中。全略。ごめんね、散らかってて。最近、部屋以上に私生活がどっちらかっててさ。いえいえ、お気になさらず。それで、この少女にお会いしたとのことでしたが。何？あんたのところが取材に来るなんて、この子って都市伝説的なあれなわけ？いろいろな噂が錯綜しています。幽霊だとか、魔女だとか。とんでもないあの子はね、幸運の女神様よ。なんせ、私の白血病を治してくれたんだから。白血病をですか？最近調子が悪いなと思って、病院に行ったらすぐ入院してくださいって、笑っちゃうでしょ？白血病といえば、発酵のヒロインがかかる病気でしょうに、こんないい年こいたアバズレがかかったって性病の間違いじゃないのかって言われるのが関の山よ。いえ、そんなことは。それで、どうなったのですか？もうどん底よ。薬の副作用で頭は腫れるし、入院費で貯金はバーだし、挙句の果てに彼氏も逃げちゃうし、これで死んだら、天国で神様の何とかを何々してやるとか思ってたら、いきなりその子が病室に現れてね。自分は幸運の女神だと？ああ、いや、そうは名乗らなかったかな。何かおかしなこと言って。そうだ、こう言ってたよ。自分は不幸屋だ。あんたの不幸を譲ってくれないかって？まるでおとぎ話でしょ。不幸屋ですか。それで了承した？
話が上手すぎるって言うんでしょ。それぐらい、私も考えたってば。魂でも取るつもりかって。でも彼女、代金はいらないって言うのよ。欲しいのは不幸だけだって。だから、藁にもすがる思いでうなずいたら、契約完了だねってニヤーっと笑って、スーッと消えちゃって。その時は、変な夢見たなぐらいにしか思ってなかったけど。本当にご病気が治ったと?1ヶ月ぐらいかけて徐々に、だけどね。それでも、お医者さんも奇跡の回復だって驚いてたわよ。いやー、奇跡って本当に起きるのね。お金や彼氏は帰ってこないけど、生きてるだけで十分よ。素晴らしきかな、人生。ところであんた、この後時間ある?いいお店知ってるんだけど。あ、いや、申し訳ない。先約がありまして。終了、ログナンバー2。日付、2010何年何月何日。場所、中華人民共和国、香港、なんとか病院。対象、抗菌実施。14歳女性、学生、SCP-1208JP と取引を行ったとみられる。インタビュアー、エージェント主参派。香港刑務所警官に偽装中。前略。ごめんなさいね、病室まで押しかけて。あなたが何々公園で、この子と話しているのを見たと証言している人がいるものだから。確かにこの子でした。この子、家出中なんですか?そうなのよ、こんな小さい子が一人じゃ危ないでしょう。少しでも情報が欲しくて。府警さんには悪いけど、見つからないんじゃないかしら。だってこの子、人間じゃないんですよ。え?この子は疫病神ですよ。とても優しい疫病神。この子とどんなお話を?信じられないようなお話ですよ。まるでおとぎ話のような。ぜひ聞きたいわ。俗物どもの生臭い話ばっかり聞かされて、うんざりしてたところよ。私ね、姉がいるんです。妹の私から見ても美人で、成績も優秀で、完璧としか言いようがない人。両親は姉ばかり構って、私はいつも二の次。いっそ、重い病気にでもなれば両親も心配してくれるかな。なんてなんとか公園のベンチでぼんやり考えていたら、その子が現れていったんです。自分は不幸やだ。あんたに不幸を売ってやろうって。それで、その、白血病にしてもらったと?代金を払った翌日には、早速症状が現れて、あの子は本物の疫病神ですよ。代金?お金を払ったの?あいにく現金が手元になかったので、指輪と毛皮のコートで立て替えてもらいました。後悔はしていないの?まさか、私が病気になって以来、お父様もお母様も、すっかり優しくなったんですよ。お姉様も自分が変わってやりたいって、泣いて悲しんでくださって、私、ちゃんと愛されていたんですね。それが分かって、本当によかった。このまま死ぬとしても、後悔なんかしませんよ。終了、ログナンバー3。日付、2010何年何月何日。場所、日本、東京、どこどこの街路上。対象、SCP-1208JP。インタビュアー、エージェント戸上、ベータ7日本分隊東京班所属。開始。こんにちは、不幸屋さん。またあんたらかい、懲りない奴らだね。今度はどんな不幸をけしかけてやろうか。ちょっと待ってください。今日はあなたに贈り物があるんです。トランクから用意しておいた宝飾品を取り出す。いかがですか、10カラットのブルーダイヤです。我々にご協力いただければ、さらにお支払いできますよ。やなこった。どうせ、おかしな魔法でもかかっているんだろう。それに、あたしゃ施しを受けるのは大嫌いでね。要件はそれだけかい?わかりました。じゃあ、せめて取引させてください。自動車から D7010 を引き出す。この人となんですが。ふん?この人は、そりゃあかわいそうな人なんですよ。会社はクビになるわ、借金まみれになるわ、奥さんには逃げられるわ。どうです、この人の不幸を引き取ってあげてくれませんか。ちょいと、あんた、あたしをバカにしてるのかい?すいません、そんなつもりは、ダメですか?ダメに決まってるだろ、ちらっと覗いてみたが、クビも借金も女房も、全部そいつがクズだからじゃないか。そういうのは不幸じゃなくて、自業自得って言うんだよ。なんだと、このガキ。エージェントと紙にスタンガンで鎮圧される。私が扱うのはね、誰もが涙を誘われる。誰もが悲劇の主人公になれる。そんな誘導 100% の宝石のような不幸さ。こんなゴミと一緒にされちゃ迷惑。エージェントと紙を凝視する。あんた、ちょっとこっちを向きな。は?いい不幸を持っているじゃないか。憧れの先輩に褒められたい一心で頑張ってきたのに、その願いは永遠に叶わない。いいね、いいね。久々の冗談だよ。何のことですか?とぼけなくていいんだよ。どうだい、その不幸、私が引き取ろうじゃないか。他人に自分の不幸を押し付けるつもりはありません。押し付けるんじゃないさ。望む相手に譲ってやるんだよ。あんたは不幸とおさらばできる。相手は喜ぶ。私は儲かる。これぞウィンウィンビジネスじゃないかね。断る。僕の不幸は僕だけのものだ。
け。あんたもあの小娘と同じだね。不幸という商品をちらつかせて、同僚という代金をせびる。本当の不幸屋はどっちかね。